元 V6 で、現在は戸部所属の三宅健44が8月22日に行った YouTube での生配信で、戸部ファミリーで行われた食事会について報告。元キング&プリンスでファミリーの一員となった平野紫耀26が小麦アレルギーであることや、グルテンフリーを心がけているというエピソードを披露していた。そうした食生活に驚く声もあったが、女性誌編集者は、活動が順調そうであることが透けて見えると話す。スタッフが決めたという、戸部食事会の席順は、三宅の左右を平野、神宮寺勇太、25、が固める格好。さらに平野の隣には、平野に憧れているインプ、の佐藤真、22、が並んだといい、三宅は、平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを全部新しくにあげてたと、三宅は二人の様子を微笑ましく回想したのだ。アレルギーの話から、三宅は、平野がグルテンフリー気をつけてるって言ってたから、食べに連れてってあげたい餃子とかあるんだけどさ、餃子もダメじゃん?と言いつつ、自身も、グルテン抜くと調子良くなったりするとも聞くからねと驚きを示しながらも興味津々。食事会が行われたのは中華料理店で、三宅によれば、平野は、小麦粉系が入ってないやつを食べてたとのこと。しかし、ファンからは、食べてたよね。うどんもパンも食べてたの見たことあるけど、などと驚く反応が続出した。この、小麦アレルギーと、グルテンフリーについて、医療系ライターが説明する。まずは、小麦アレルギー。大人になってから発症するというケースもありますが、消化器官が未発達の子供に多く、子供の時に小麦アレルギーだったけど、成長とともに改善してきたという例も珍しくありません。平野さんは、少なくとも過去にうどんやパンといった小麦粉を使ったものを食べている姿をテレビで見せていますし、8月24日のインスタグラムのストーリーズによる質問箱では、小麦アレルギーについて、もうなくなってきてると回答していた。テレビの撮影など、どうしても食べなくてはいけない時は口にするなど、常時気をつけなければいけない、というわけではないのでしょう。平野の、グルテンフリー生活から見えるもの。では、グルテンフリーとはどういうものか。グルテンフリーとは、簡単に言えば小麦に含まれる、グルテンを含む食品を摂取しないようにするライフスタイルのこと。もともとは、セリアック病患者、グルテンを摂取すると調子が悪くなるための食事療法で、小麦アレルギーがある人の生活も自動的にグルテンフリーにならざるを得ない側面があります。ただ、そういう病気や即時的なアレルギー症状がない人にとっても肌質や体質が改善できるとして、美容意識の高い海外セレブを中心に注目されている。日本でも、ローラさん、33、ヤガクトさん、50、らがグルテンフリーを公言しています。とはいえ、徹底的にグルテンフリーの食生活にしようとすると、味噌や醤油などといった調味料も含めて食べられないものだらけになり、大変すぎる。そこで厳しく制限するのではなく、なるべく食べないようにするという、ゆるい取り入れ方が人気です。前室のライター。平野は実際、過去にたびたび、グルテンフリー生活を明かしていた。前室の女性誌編集者が振り返る。平野さんは、肌の調子を整えたいときは、内側からのケアとしてグルテンフリーを取り入れることや、ドラマ撮影中はグルテンフリーの食事を徹底して肌や体調を気遣うとしていましたね。つまり、通常はそこまで気にしないが、仕事に集中するときはグルテンフリー生活を心がけるわけです。最近そうした生活をしていたということは、何か大きな仕事があったのでしょう。すでに平野さんの歌う楽曲の制作が進んでいるとも聞こえてきますし、戸部からのデビューは秒読み状態。撮影などの関係で肌や体調を整える必要があり、食生活も気をつけていたのではないでしょうか。ファンの前で、キンプリ時代よりもさらに引き締まった最新美ボディを披露する日も近そうですよね。デビューに向けた体作りも着々と仕上がっているようだ。画像、かっこよすぎて死ぬ。グルテンフリー食生活で美ボディ化目前の平野紫耀。猛暑日、サンドイッチ券でレモネードを楽しむオフショット。